皆さんこんにちは、山尾です。川野です。今回は勉強ができなかった日に見る励まし会です。勉強できない時ありますよね。そうは言ってもね、頑張りたい気持ちあってうまくいかないんだよっていうね、子もねいると思うんですね。受験生に活を入れてる我々であってもうまくいかない日もあるよと、その日にね落ち込んじゃってる子がいると思うんで、ぜひねこの動画を見てこっから切り替えて頑張ろうってね、そんな風に気持ちを切り替えてもらえたらいいなっていう思いを込めた動画になります。今回の動画では活は入れないのでご安心ください。いつもね受験生のためになればなと思って厳しくね言う時もあるんですけど、基本的にはみんなにモチベーションを上げてほしいというか、そういう気持ちが強いです ね、 そうですね。どうしてもねやっぱ受験生のねことを、特にこの直前期でやっぱ考えると熱くなっちゃう気持ち分かるんですけどね、今日はね抑えながらね、行きましょう、ですね。まずねこの時期に勉強できなくなっちゃう一つ目はね、特に理由がないんですね。理由なくね勉強できなくなることありますよね、そう、なんでモチベーション湧かないんだろうなみたいな。直前期だからこそもうどうせ変わんないんじゃないかとか、もうダメだとか、あがいたってしょうがない、もう大丈夫だろう、いろんな気持ちはあると思うんですけど、理由は特にないんだけど、なんか勉強できなかったってありませんか？ありますね。これはねみんなのせいじゃないんです。その人がやる気ないとか、大学に行きたくないとか、そういうことじゃなくて、人間ってそもそもやる気が起きない生き物なんですよ。毎日やる気起きて活動的に、ね、行動できる人もいますよ。ただその人が大多数かって言われると、そういう人はほんの数パーセントの人間なわけじゃないですか、ほとんどの人は大体怠惰でエネルギーをね使わないように蓄積して、生き残るために最適化したダラダラした生活っていうのを送るように人間の本能でできてるわけなんですよ。なるほど。受験生むしろ偉いですよね、マジで。もう毎日勉強頑張って動いてて、本当偉いと思いますね。世の中多くはそうじゃないんだよって、人間の本能ってそうじゃないんだよっていうのは言いたいですよね。確かにね、受験直前期でどんなにね、毎日全力で尽くしてる子でも、毎日ね例えば 100% で目標達成してたとしてもね、どうしても 60% になっちゃう日とかって絶対あるじゃないですか。ありますね、人間だもの、よくわかるんですけど、私自身もそうなんですよ。結構完璧主義で毎日全力で過ごせてないと、なんかもう最悪やっちまったなみたいな、 80% ぐらいだったとしてもちょっと萎えちゃうみたいな、取れなかった 20% が悔しくてやっちゃったなみたいな、普通に見たら 80% 結構頑張ったんじゃないのみたいな時に、一つ言われた言葉が、ロボットじゃないんだから常に完璧やさ無理だよ、それが人なんだから、そっからどうするかが大事じゃない、言われて、確かにロボットじゃないしみたいに思って、80% をしっかり認めて褒めていこうっていう風に、ね、考えるようにしたら、ちょっとね気が楽になった思いはありますね。ある哲学者が言ってたんですけど、人間は不完全だから美しいと、完全なものはねそんな美しくないんだよと、その不完全さが君のオリジナルなんだよというのをね言ってるなんか人いましたけども、まさにその通りですね。完璧な人生なんてないんで、世の中人ってできるところとできないところって、できてないところを見ちゃいがちなんですよね。今こうやって、ね、受験勉強できること、毎日ご飯が食べれること、屋根のある家に住めること、親がいること、友達がいることでね、もうこれだけでも人生ハッピーなんですけど、その中で、ね、点数が20点取れなかったとか、そんな小さいこと気にして、生きてもしゃあないじゃないですか。そういうところを見ちゃうっていうのはね、人間の差がなんで、みんなもそういう小さいところに取られないようにしてほしいなと思いますね。君が生きてるだけで素晴らしいよって、言いたいです、この受験直前とはいえ手につかなかったとか理由はあると思うんだけど、大事なのはそれをしっかりもう受け入れた上で、ここからもう一回ね切り替えてラストスパート頑張っていこうっていうことですね、自分を褒めてあげてくださいね。今できてることに対してね、1日1時間でやったことを褒めてあげてください。今日頑張れなかったってくよくよしてるってこと、逆にそれまで頑張ってきたからこそ、そのできなかった日をね悔いてると思うんですよね、ここまで長い間ね頑張ってきた自分を褒めて、たまに休憩も必要なんだっていう風に、できなかった日を受け入れて切り替えて、また最後ねラストスパートをかけて合格につなげてもらえたら嬉しいです。はい、3つ目のねできない理由、病気になってしまう。今だとねインフルエンザとかも流行ってますし、僕は効力的に勉強できなかったっていう期間が1週間できましたとかっていう相談を受けるんですね、1週間この時期に無駄にしちゃったらもうダメですよねってなっちゃってる子もいると思うんですね。この受験生どうしたらいいですか？完璧を求めないでほしいなと僕は思います。毎日365日毎日10時間勉強できるのがそれが全てみたいなこと言う人いるじゃないですか、僕らも言っちゃう時あります、そういうのね、理想をね言っちゃう時あるんですけど、人生そんなうまくいかないですよ。人生山あり谷ありなんですよ、本当にね。こういう時僕よく思ってるのが、他人と過去は変えられない、変えられるのは自分と未来だけど、1週間休んじゃった過去は変えられないですよ、今どんだけやもんがね。あともう一個、他人も変えられないですね。勉強しろよお前とか言ってくる親とかね、マウント取ってくる友達とか変えられないんですよ。そこはもう気にしないで、自分が今この瞬間から何をしたらいいんだ、変えられるのは自分と未来だけなんで、そこに、ね、意識をして、僕は変えられないことをねもう変えない、そこを意識しないでやっていくっていうのが僕は重要かなと思うんですね。めちゃくちゃ大事だなと思いますね、今の受験生にとって過去は変えられないっていうね、ここはね本当ね強調して伝えたいところですね、失ったその1週間を悔いても、もう何も変わらないわけだし、もし仮にね今体調が悪くて勉強ちょっと休んでこれを見てくれてる子がいたら、今勉強できないことはもうしょうがないものとして受け入れてほしくて、今大事なのは治すために何ができるかとか、今は回復したんだけど失った1週間悔いてますっていうことだったら、から切り替えて未来をどう良くしていくかっていう、これでしかないっていうことですよね、やる気というかモチベーションってすごい深いと思うんですよね、
分のモチベーション上げなきゃいけない、やる気を出さなきゃいけないと思うんですけど、やる気ってやっぱ上がんないんですよ。正直言うとモチベーションって上がんないので、いかに自然に上げるかがやっぱ重要かなと思っていて、僕がよくやってたのは、やる気がなくても単語帳開いてみるとか、やる気あるんだけど行動できないっていうこの、ね、ジレンマで苦しむんで、好きな科目から始めてみるとか、一番いいのはやっぱ環境を変えることですね、はい、ずっと家にいても塞ぎ込んじゃうし、心拍数が上がったりするとやっぱやる気とか出てきたりするんで、家から出てみる、カフェに行くとか塾に行くとか、勉強してる人の環境に自分を置いてみたりすると、やる気というか勉強したいなって気持ちが込み上げてくると思うんで、とにかくファーストステップを低く設定して、それをいかにクリアするかっていうところに意識してもらえたらなとは思いますね。1週間失ったからそれでも受かるのかとか、1週間直前で失っちゃったから落ちるのかって誰にもわからないわけじゃないですか。いや、そうなんですね。これ1週間休んでも受かるときは受かります。これはもちろん答えがないわけで、うん、はい、だから残りの期間を頑張っていかに合格の可能性を高めていくか、その結果がどうなるかはわからないけど、唯一言えることは、ここから頑張れば合格可能性はまだ上がるし、うん、ここで諦めちゃったらそれ以上合格可能性は上がらないし、むしろ下がっていくよっていうことですよね。 A 判定の人でもやっぱ落ちちゃうときは落ちちゃうし、2判定の人も受かる人いるわけじゃないですか、うん、当日出る問題とか運もね、やっぱりかなり強い要素になってくるんで、そんなに気にしてずね、ただちょっとずつね、自分の可能性を上げていける行動が取れたらいいかなとは思いますね。過去を悔いることなく気持ちを切り替えて前にね、進んでいこうと。今ね、辛い受験生たくさんいると思うんだけど、この辛い期間も残りわずかだから、もがきながらも日々できる限り前を向いて進んでもらえたら嬉しいです。頑張る君を応援しています。今回は以上です。高野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけどの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです。あの冬だけだけだが、今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。